夏瀬杯主力メンバー6人が穏やかな競争睡眠に登場です。初日のハイライトドリーム仙台12レース1号艇は佐賀の峰竜太、2号艇福岡の平田忠則、3号艇香川の重成和人、4号艇福岡の篠崎仁、5号艇福井の石田聖吾、6号艇は滋賀の青木源太です。6人全員が初戦船家に貢献。1番の峰、2番の平田、4番の篠崎、5番石田の4選手が1着をマークしました。さあオールスターグラチャンと SG2 大会連続ドリーム1号艇の峰竜太が貫禄のイン逃げとなるか、ファンの注目期待は大きく集まりました。2コースには我が中年 V2 を含む8回の優勝歴がある2号艇平田忠則です。3コース初優勝の地、ここ若松水面 D1 優勝もある弦のいい水面です。3番の重成和人、後方に引っ張っていく4コース、フライング休み明けの今シリーズ初戦1着をマークした4番の篠崎仁、そして今季に入っての4節すべて優勝、前走隅の優勝の5号艇の石田聖吾が5コースから、6コースはチルト 1.0 に跳ねました6号艇の青木源太。ドリーム仙台12レース枠成り3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしましたドリーム仙台12レース、さあスリットを抜かせる1号艇の峰竜太、一周1枠の旋回、インから逃げる1号艇の峰、枠女子狙った3号艇の重成、差しのハンドルは2号艇の平田、寄せつけない、インから堂々仕切った1番の峰竜太が早くも独走態勢、その後ろ2番手は3手が固まった3番の重成、2番の平田、4番の篠崎、スタートは前提正常でした。一周2枠の旋回、さあ混戦の2番手、4号艇篠崎に攻めた6号艇の青木源太、ところからは3号艇の重成、2号艇の平田と旋回しホームスレッジ側、2番手一歩抜け出す2番の平田にまだまだ懸命に食い下がる3番の重成と4番の篠崎、2周の1マーク取って旋回は1番の峰竜太、2番手2号艇平田と思いっきり握ってきた4号艇の篠崎仁、サーバックスレッジ2号艇の平田なんとかしのいでいます。2番の平田が2番手、金一さんの3番手が4番の篠崎、後ろは3番の重成、5番の石田聖吾と6番の青木は並走。2周の2マーク取って旋回は1番の峰竜太、2番手2番の平田、そして3番手4号艇の篠崎、3号艇の重成に握り合った、3番手は4番の篠崎がキープ、上位の体型は1番、2番、4番、レースは最終周回に入っています。きっちりと人気に応えました、陰線決めた1号艇峰竜太、最後のバックストレッチへ、2番手が2号艇平田忠則、3番手が4号艇篠崎仁、上位の体型は1番、2番、4番です。この1、2、4、3連単オッズは人気サイド 6.7 倍。ドリーム制して初日連勝へ向かいます1号艇峰竜太、2番手が2号艇平田忠則、3番手4号艇篠崎仁、ドリーム仙台12レースまもなくゴールです。1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。第12レースの確定は1着1番、2着2番、3着4番、以上でした。